どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、2万円入金すると500ジャルマイルがもらえるキャンペーン解説ということで動画ねやっていきたいというふうに思います。皆さんね、こちらのキャンペーンね、参戦されましたかね。2021年の1月頃だったと思うんですけども、こちらのキャンペーンね、行われまして、この時はですね、ローソン ATM で auPAY にね、6万円入金すると、3000ポンタポイントがね、もらえるキャンペーンということで、ポンタポイントはですね、JAL マイルに 50% でね、交換することができるっていった形になりますので、1500 JAL マイルはね、入金するだけでもらえるキャンペーンだったんですよね。で、今回のキャンペーンはですね、ちょっとパワーダウンするんですけども、2万円を入金すると1000ポンタポイントがもらえるということで、500ジャルマイルに交換することができるって形になるんですよね。まあちょっとね、もらえる前にね下がるわけなんですけども、こちらね、入金するだけでポイントがもらえるキャンペーンという風になりますんで、個人的にはねかなりおすすめっていた形になります。もしね気になる方はですね、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。それはですね、キャンペーンの詳細ね、いきたいと思うんですけども、こちらですね、auPAY× ローソン銀行ということで、au でも au じゃなくても auPAY チャージなら、ローソン銀行 ATM がお得ということで、ローソン銀行の ATM で auPAY 残高にですね、チャージしていただくと、最大ね、1000ポイントがもらえるキャンペーンっていう風になってるんですよね。こちらの期間はですね、2021年の6月13日、本日からですね、2021年の6月30日までっていう風になっておりまして、特典についてはですね、チャージ金額に対して 5% のねポンタポイントがもらえるということで、またですね、こちらのもらえるポイントの上限についてはですね、1000ポイントまでっていう風になっておりますんで、対象支払い金額はですね、2万円までっていった形になります。ですので2万円ねチャージしていただくと1000ポイントがねもらえるキャンペーンっていう風になります。でですね、特典のポイントに関してはですね、2021年の7月末頃にね付与予定というふうになります。このキャンペーンはですね、auPAY×ローソン銀行ということで、ローソン銀行って何ですかっていう話なんですけども、今回のキャンペーンはですね、ただ単にコンビニエンスストアのローソンの ATM で auPAY 残高にですねチャージしていただくだけっていった形になりますので、お金を入金していただくだけでポイントがねもらえるキャンペーンっていう風になってるんですよね。もちろんローソン銀行のね口座開設もね必要ないっていった形になりますので、かなりね簡単にポイントがもらえるかなと思います。でですね、注意事項としてはですね、今回のキャンペーンはローソンにある ATM で auPAY 残高にですねお金をチャージしていただくと、今回のキャンペーンのねポイントがもらえるっていう風になりますんで、この auPAY のね残高にはレジでもねチャージすることができるわけなんですけども、このレジでねチャージした分に関しては今回のキャンペーンね対象外っていう風になりますんで、まあ利用する方ねいらっしゃらないかなという風に思うわけなんですけども、一応ねレジでのチャージについてはね対象外っていった形になります。それでは次に、今回のキャンペーンはですね、auPAY にですね2万円チャージしてポイントがもらえるキャンペーンなんですけども、じゃあこの auPAY 2万円をねどのように利用するかっていう話なんですけども、 auPAY プリペイドカードね保有されている方はですね、 auPAY 残高っていうのは auPAY プリペイドですね、残高がリンクしておりますので、こちらね発行されている方はですね、クレジットカードのようにね利用することができるっていった形になりますので、おそらくね利用先に困る方はねほとんどいらっしゃらないかなっていうふうに思うわけなんですけども、この auPAY プリペイドカードっていうのはですね、 au 回線を持ってる方、またね au 自分銀行の口座を保有してないとですね発行することができないっていった形になりますので、この点はね覚えておいていただければなと思います。またですね、 auPAY 残高っていうのはですね、現金で入金した分に関しては出金することがねできるわけなんですけども、こちらもですね au 自分銀行のね口座がないと出金することができないっていった形になりますし、またね手数料はですね結構かかるんですよね。手数料がね2万円以上の場合は税抜きで 1% のね手数料がかかるっていう風になりますんで、220円がねかかるっていった形になるんですよね。またですね、au 自分銀行から出金する際もですね、まあこちらランクによるわけなんですけども、手数料ね
110円かかるっていった形になりますんで、個人的にはですね、日々の支払いね、au pay の方に寄せていただいてですね、利用していただくのがね、おすすめかなっていった形ですね。またですね、au pay プリペイドカードをね、保有されている方はですね、au pay プリペイドカードっていうのは、私の動画にはね、結構出てくるレボリュートカードっていうね、外貨決済手数料がですね、非常にお得なプリペイドカードがあるわけなんですけども、こちらにね、チャージすることもできるっていった形になりますので、今後のね、海外旅行で利用したりですね、マリオットだったり、ヒルトンホテルのポイントをですね、購入に充てるっていうのもですね、ありかなっていうふうに思います。それではですね、この動画撮影させていただいているのが2021年の6月13日っていう風になりますんで、ちょっとね、ローソンの方にね、実際に行ってきて、入金方法とかね、紹介していきたいなと思います。画面の案内をお確かめの上、お手続きください。それですね、ローソンの方からね、帰ってきました。まあ実際にやっていただくとですね、そこまでね、難しくないかなっていうふうに思うわけなんですけども、まだね、この au pay の入金自体をですね、ローソン銀行の ATM から利用したことない方はですね、ぜひね、こちら見直していただいてですね、利用していただければなと思います。いかがだったでしょうか。今回ですね、au pay にローソン銀行 ATM で2万円チャージするとですね、1000ポンタポイントがね、もらえるということで、500ジャルマイルがですね、簡単にゲットできるね、キャンペーンを開設させていただいたわけなんですけども、au pay 自体もですね、結構キャンペーンをやっておりまして、こちらですね、まだ開始前で6月15日からね、キャンペーンなんですけども、ローソン×au pay ということで、対象町カフェドリンクをポンタカードを提示して au pay コード払いで買うと150ポイントということで、まあこういったね、キャンペーンもあるんですよね。こちら実質無料でね、利用することもできると思いますし、またね、このマチカフェドリンクのクーポンね、ローソンアプリとかね、その他スマニューとかも多分あると思うんですけども、クーポンね、利用していただくと、まあ実質にはなるわけなんですけども、プラスになるかなっていうふうに思いますので、こちらね、利用されたい方はですね、ぜひ狙っていただければなと思います。またね、au スマートパスプレミアムね、加入されている方はですね、こちらのクーポンね、au pay に来てると思うんですよね。ローソンで利用できる334円以上の利用で333円引きということで、こちらね、かなりお得なクーポンという風になりますんで、ぜひね、こちらも利用していただければなと思います。またですね、こちらのキャンペーンもね、あるんですよね。au pay 500円以上の利用で5億ポイント山分けキャンペーンということで、まあ先ほどのね、au pay スマートパスプレミアムのね、クーポン来られてる方はですね、ちょっとね、プラスして利用していただいてですね、500円以上ね、利用していただくと5億ポンタポイントね、山分けキャンペーンも参戦することができるっていった形になりますんで、こちらもね、覚えておいていただければなと思います。で、このキャンペーンですね、もらえるポイントはですね、ポンタポイントって名前がついてるんですけども、こちらですね、 au pay マーケットでしか利用することができないポイントっていう風になりますんで、この点はね、覚えておいてください。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マイルとモンバイホテル、ヒルトンホテルもついてね、発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。